ズールー人はアフリカの民族。ニジェールコンゴゴ族に属するアフリカの民族で、南アフリカ共和国からジンバブエ南部にかけて広い範囲に約1000万人が居住している。南アフリカ共和国では最大の民族集団となっている。19世紀初頭に建国されたズール王国の指導者、釈迦ズールにより強大な軍事力を背景に、 周辺の部族を次々と征服していったが、1880年のズールー戦争でイギリスに敗北し、王国は分割統治された。主要母語はズールー語。交差語と同じく多くのバントゥー語群にはない、吸着音を持つ。詳細はズールー語を参照。トウモロコシ、砂糖、キビ、麺などの栽培や、牛、ロバ、羊などの家畜飼育により、 生計を立てるものが大半を占める。ズールー人の伝統的な文化として、石片宮がある。無伴奏合唱の一つでつま先でステップを踏みながら、鼓舞する踊り。また、ズールー人の伝統文化とアメリカのジャズやロックに影響を受けた、アフリカの音楽が融合してできたダンス音楽として、ムバカンガなどは有名である。アフリカ独立協会を崇拝する。 ズール人たちほとんどのズール人はキリスト教徒である。彼らはアフリカ独立教会に属している者も,もいるが、ヨーロッパの宗派に属している者も,も珍しくない。しかし、多くのズール人はキリスト教と、並行して祖先から伝わる土着宗教も崇拝している。ズール人の宗教には、うんくるんくるという神が存在するが、これはキリスト教宣教師が、 キリスト教においての神という概念を、ズールー語に当てはめたことから始まったと言われている。ズールー人はもともと祖先崇拝を信条として、それは良くも悪くも人々の生活に介入していた。その信念は、現代のズールー人の人々の間でも広範囲に、渡り続いている。ありがとうございます。